イノモト相続は、イノモト総科に属する、シダ植物の一群。大きな右辺を、あまり数多くはつけないものが多い。葉の辺の縁に沿って走る脈があり、その上に長く放射の群が生じるのが特徴である。また、放子能を包むのは、真の包み膜ではなく、葉の縁が、裏向けに沿って生じたもので、これを、偽方膜という。イノモト相続は和名である。 学名のプテリスは、ギリシア語でシダを意味する、テリスから取られたもので、ウジょの葉の形に由来する。また別の説では、同様の理由で鳥の翼を意味するギリシア語のテロンに由来する。この語は、シダ植物を指す言葉であるテリダファイターにも共通する。また、例えばオシダ族ドライプタースのように、様々な接頭語をつけて、他のシダを示す名にも使われる。地上に生え、 根茎は短くて、斜上、または直立するか地上に這う。根茎には、細かな輪辺を持つ。葉は創生し、葉平は褐色系に色づき、葉心の中軸や、右辺の軸を含め、表の側に溝があってその両側の縁が明瞭。葉心は、単葉のものもあるが、多くは一回右上複用から二回右上複用で、その右辺が右上に、新列するものまでであり。 さらにその右辺が3でするものが含まれる。葉脈は、胞子の床で連結するという特徴があるが、それ以外では有利する例が多く、ただしう軸や小軸沿いに網目を形成する例もある。胞子の群は、葉の列辺の葉縁沿いの脈の上に、長く伸びた形で形成される。列辺の葉縁は、葉の裏側に反転して変形した膜質で、胞子の群を包んで、偽方膜を形成する。 偽方幕は透明でももう、世界の熱帯から熱帯、団体に広く分布し、特に熱帯に多く、約300種が知られる。日本には30種ほどが知られる。以下に日本産の種を挙げておく。テリスイノモト創族群としては、よくまとまっているが、内部の分類は難しい点が多い。田川は特に、八丈氏田の仲間について、手に負えぬ難物と書いている。 岩月編著では、熱帯で多様化している属の例に漏れず研究が遅れていると述べている。大葉の井の本草、松坂枝は、観葉植物として栽培される。特に前者は欧米では広く利用されている。ホコシダ八シ枝にも、不入りなどの園芸品種がある。これらは、プテリスの商品名で出回っており、往々に混同されている。 またナちしだなどは悪抜きして食用にする地域がある。栽培では、やや明るい日陰を好む性質があり、気温20から25度を中心に、前後5度が適温とされるが、熱帯性の種は最低5度以上、松坂シダや大葉の井のもと草では0度以上で、越冬できる。用土は排水性の良いものを使い、十分な水やりがいる。植え替えは夏場に行い、普通は、 植え替えの時に株分けを行って繁殖する。鈴木 B、P44、ABCDEFGHIJKLM 土橋、豊か1992、P106、鈴木 A、P44 記載は、主として、岩月編、P131 から132岩月編、P131 から132田川、P56 岩月編、P132 高林、 P606 から607ありがとうございます。